私の青と確かね、え、なんだったかなああ、思い出せないわ。なんあの、昔どっちかね、あれ、あのね、あれ、あれ、なあ、あのー、エキスターのバイトしたんですけども、その時になんかね、なんだっけあれ、なんとか物語、なんだかななんか有名な作曲家の昭和のね、あのー、ヒット曲をいっぱい作った人いるんですけど、その人の、 物語みたいなドラマがあったんですよね。そのドラマのエキストラに、どっちか参加してるんですよ。ね。あのバイトで。で、どっかのシーンでなんかね、な,なんかねな、なんかその、なんとか体操を踊るシーンがあるんですけど、あ、悪意、そうそう、悪意、悪意物語、そうそう,そう、悪意物語っていうドラマがね、2000、あれ、まあ、10年前後かな、に、 あの放送されたんですよ1回だけもスペシャルドラマみたいな放送されたんですけどそのね一部のシーンになんかね急になんかこうなんか悪友悪夢さんが作った「んとか体操」っていうのがあるんですよなんか有名な多分なんかその世話の人分かるじゃないですか「んとか体操」っていうのがあるんですけどそれをなんか6人ぐらいの人が急に踊り出すってシーンがあってその6人の中の一人にどす声がいます 今でも多分あのそれそれそのその映像に,にネット上にたどり着くのは多分不可能だと思うんですけど <laughs> なんかその中にその中にあのあれあの桜田淳子が出てきて出てきてっていうか若い頃の桜田淳子を演じるなんか女の人がいてその人が「私の青い鳥」のどんなそれを歌ってるシーンがあったっていう話です。<laughs> ん ククククッッ青それでなんかああーなんか私の青い鳥って歌あったなって今それそのエキストラのえな、ー、ったエキストラの記憶の中で青い鳥ってのあったなっていうのをああもう何言ったか分かんないわあようこそここへクックククあそう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 それを若い女のなんかアイドルの人がね桜順子役の人が歌ってるシーンがあってねでそれのねなんかあのー そのシーンはドスコイはカメラカメラマンカメラを撮ってる役だったかななんか,、うん、なんかそのシーンを撮ったわでその時そのシーンを何回も何回も撮り直しするから「ようこそここへクックックック」っていう音楽何回も何回も聴かされてねもうそれもう聞きたくないわーっていうか聞かされたんですよね。<laughs>